なんか最初ちょっとトラブってすいませんでした。失礼しましたというか。まさか自分が鳴らしてるとは思わなかったです。だから YouTube を再生するとね、ここで、うん、あかんのは分かってたんですけども、うん、ちょっと別のブラウザーが立ち上がっちゃってて、それは盲点でしたね。そういう原因です。だけど、まあ予想通り2時間あっという間ですね。ですね。うん、でしかもあんまり間延びせずになんか、うん、テンポよく話進んだ感じしたけど、ね、いやめっちゃ中身多いですもんこれ。一つ一つ説明できないですもん。そんなに詳しく説明しなくても感想みたいなことだけ言ってたら、うん、まああっという間に過ぎるかなという感じしたんですけど、割と喋ることなんぼではありましたね。ありましたね。うん、やっぱりねこんだけこうざっとこう AI の話聞けないと思うんで、うん、割とみんな参考になったような感じしましたけどね。そうですね。まとめ的には良かったですね。中間まとめみたいな感じで。私一つ思ったことがありましたよ。そういや、音楽の AI も出てますね。ジュークボックスとかね、オープン AI から。最近ではパーシーバー AR。そうそう、それ見ましたよ。だけど、ちょっとまあ音楽できてるなっていうのは分かりましたけども、それがいいのかどうかってよう分かりませんね。AI 以上に音楽の方がなんかわからないですわ。その創作性が高いのかどうかとか。ジュークボックスすごかったのは歌詞も作って音楽も作って、うん、で歌詞もねもっともらしい歌詞を作ってって、うん、でなかなかすごかったよね。だから8位9位のあたりね、うん、そういうの入れてもよかったんじゃないですかね。なんかちょっと抽象的なやつが。そっか、うん、音楽ね今年ですもんな、うん、確かに。でパシーバー AR はいろんなピアノ曲を聴かせてでピアノ曲を出したわけ、うん、であれのポイントは何かっていや僕パシーバーについて十分勉強してないからまだやってないわけだししかもやってほしいという要望も来てるのね。でそのためにはねパシーバー AR は最近出たんだけど去年にパシーバー IO っていうのが出てて、うん、でそもそもパシーバーって何やねんってことなんですが、これはまあ僕のまだ十分読んでないから単なる予想なんだけど、トランスフォーマーってN の2乗の問題っていうのがあるのね。で、なんかトークン、まあ単語と思ってもいいや、単語が N があるときに、そのお互いの相関関係って N の2乗あるわけよ。ですから単語列が長くなればなるほど N の2乗で爆発的に増えていくと。だから、最大トークンの長さがですね、まあ、最初は1024ぐらい、次は2048とかね、ぐらいがまあまあまあ限度なんですね。で、だからその N の2乗をなんとかしようという研究がいっぱいあってね、で、N の2乗はなくてリニアにやろう、一時にやろうと。で、そうやったら近似なんですよね。で、リンフォーマーとかね、パフォーマーとか、ファーストフォーマーとか、まあ、いっぱいいろいろ出てきて、で僕らは勉強会でね、それらね、いろいろ読んでみたんですよ。だけど今となってみるとね、それが実用化必ずしもされてないわけよ。で、うん、トランスフォームの N 以上のそのままなわけ。あとはコンピューターパワーか。パーシーバーっていうのはそこをですね、なんとかクリアしてるのよ。で、結局トークンの数がね、例えば5万ぐらいまでいくとかいうの。で、音楽っていうのが、これね、楽譜だと単語みたいなもんだから、結構ね、スパースだからいいんだけど、音っていうのはものすごい情報量があるわけですよね。だって1秒間に CD で言ったらあれ、まあ大体2万ヘルツよね。だからサンプリング数が4万ぐらいあるわけじゃないですか。で、つまり音をそのまま本当に再生するのはものすごい情報量があるわけですよね。で、ジュークボックスはなんとかそこをやってるんだけど、でパーシーバーっていうのは今みたいにその N の2乗じゃなくてそこを、まあ、ある工夫で一周 N リニアとまでは行ってないんですよ。でもまあ5万ぐらいまでいけるということで実際いろんなピアノ曲を学習させて、まあ、出していくということをやってるわけですからね、演奏されたやつを聞くとまあそれなりにまあ、聞けるわけだけど、じゃあこれがものすごいかと言われるとやっぱりね、ダリとかパルティのあれほどのインパクトはまだないわけや。まあ、またよかったら紹介してくださいよ。ですね、動画の中で、うん、中で何やってるかとか含めてね。うん、ただ将来の方向としては、要するにモダリティを増やすということで、だから音ですよね、うん、でもちろん音もやられてるわけだけど、もっともっと進むんじゃないかって、うんうん、で特にね、ダリとかパルティとかイマジェンで思ったことは、まあ、あれは完璧にいわゆる波の人間の能力をはるかに凌駕してるよね、うん、でクリエイティビティがあるわけや、うん、でそれはね、アルファ語でもそうでしたよね、うん、完全に波の人間能力を超えてる。まあ現象としてね、我々はすごいというのをすごい見てますし、動画やってますけども、世の中ではあんまり騒いでない感じしますね。うん、不思議と。知らないでしょ。なんで知らないんでしょうか、なんでみんな大騒ぎしないんでしょうかね。やっぱり大きい新聞とかが事件としては取り扱いづらいから広まっていかないんでしょうね。だけど科学技術に関するこの大きな動きっていうのは、うん、割とみんなリアルタイムで捉える傾向にあると思うんですけどね、この AI の大きな動きに関してはちょっと残念ですね、うん、というのに関しては。これもね、言うたら語弊があるかもしれんがね、新聞記者さんは 文系じゃないの。うん、そうなんですね。まあ理系のライターさんもいますけどね、圧倒的に少ないんですか、もしかしたら。うん、まあ少ないでしょうね。いや、さらに言うならね、この前の人工知能学会のお偉方のインタビューシリーズでも、僕あれ聞いてと思うのは、お偉方でもね、知らないんじゃないかって気がする。なんとは終えてないのかもしれないですね。うん、松尾先生はよく知ってましたね。自然言語処理ちゃんと把握してましたね。まあ、ね、松尾先生はね、うん、ディープラーニング派というか、もうディープラーニング命みたいな方ですね。だから僕はね、人工知能研究者の中にはディープラーニング対アンチディープラーニングっていうのがある。ああ、うん、アンチだとシンボル処理とかそういうことになるんですかね。まあだけどあれですよ、松尾先生のおっしゃることっていうのはそこそこ抑えめな、シンギュラリティなんかに関してもそんなこのイケイケな言い方されてなくて、否定もせず強く肯定もせずみたいな言い方されてるような気がします、ね。それはね、きっとね、松尾先生がね、我々と違ってね、政治的にね、間違いない。そう、大人なんですよ。大人なんや。いや、ここの人は特に私も小林さんもそうだけど、子供やね。その通りです。まさにまさに。いわゆる世間的常識っていうのにかけとるよね。まあだけど正しいと思いますよ。シンギュラリティはもう確実に来ると。AI は人間を超え、もう近いうちに超えるというのは確実に来るでしょうから、多分今日の動画もね、5年後、10年後の人が見て、あ、この人たちはこの時から分かってたんだって理解してもらえる証拠になったと思いますね。今つ現地を取っとけみたいな、先見の目があったのは誰だみたいな。いや、そう思いますよ。これ、前もね、見たことだから、人類の歴史においてですね、で大きな変革がね、まあいろいろあったんだけど、一つ一番大きなのはやっぱりね、1万年前の農業革命だと思う。で、これによって人類はですね、それまで狩猟、最終生活から農業、定住生活になって、うん、で国家っていうものができてきたのは結局事件なんですよ、うん、食料生産。その次は産業革命ですよ、ね。これが150年から200年前 でそれまで筋肉を使っておって、ね、人間とか動物の筋肉使ってたのが蒸気エンジンになったわけでしょ、とかでモーターとかね。でこれがエネルギー革命ね。でその次今来てるのがね、情報革命ね。だから前は筋肉を置き換えたのを今度脳を置き換えるわけですよ。だからこれがね、来ないなんてね、なんで言えるかって思うよね。そうそう。まあ情報革命っていうのはもうすでにあれですよね、スマホで革命は起きてますけども、多分もう一つ次の AI 革命みたいなやつじゃないですかね。そう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 、知能ですよ。情報を取り扱うだけじゃなくて知能ですね。知能。つまりね、筋力じゃなくてね、知力ね、うん、これを機械に置き換えるってことです。だからね、ごく自然なことじゃないですか。うん、でね、それがね、起きないとかね、100年かかるとかおっしゃるのね、それはどうかな、人間の知力をね、過小評価してるような気するけど、ね、課題じゃないですか、課題。あ、課題というか。人間の方を課題と。いや、それね、自分の知能を過大評価。あ、そうそうそう、自分の知能。AI研究、他の AI 研究者の知能を過小評価してるわけ。例えば、イリア・サスケバーみたいな人ね。あ、なんかコメントで変わったのがありましたか？なんかありましたか？引っかかるようなもの。ええ、すごい人がいつも見てるなっていうのをそうですね、思いますね。よく知ってる人が多いなっていうのを思います。だからね、うかつなこと言えなくなってくるわけ。で、最初からね、言い訳しておきますが、私も、まあ、小林さんもみんなね、ここの人は素人ですよね。AI はね。何も分かってないと。いや、僕いつも言うんやけどね、何も分かってないということを認識してる人の方がいいのよ。俺は何でも知ってると思う、ね、これはソクラテスの無知の知ですよ。いや、だけど、松田先生も瀬田浩二さんも、この AI の最近のやつね、割と細かく技術的なところを追っておられると思うので、まあ、そんな、あるじゃないですか。だから、卑下して言わなくていいじゃないですか。まあまあ、だから、平均的な人に対しては教えてあげられる立場ではあるんだけど、ジャグリー・バスラさんみたいなすごい人に出てこられると、いや、もう本当に素人でございます、すみません。いや、だけど、国内でもね、まあ、その辺のトランスフォーマーの細かいことね、ちゃんと終えてる人っていうのはあんまり研究してもらえないですね。まあ本当に一握りのその分野の人ぐらいはいるかもしれないですけど、それはね、我々の番組ね、見せてね、小林さんの例の画伯、美人画伯が頭のいい人ばっかりなんで何言ってるか分からへんとかいう批評でしょ。ああ、そうですね。で、僕の、これも前申し上げましたが、僕の同級生でみんなドクターでプロフェッサー、元プロフェッサーの人に僕の見せたら何言ってるか全くわけわからんと。本当に平均的な普通の人が聞いたらそうなっちゃうでしょうね。なんか難しすぎるとか。ほとんどの人はそうですよ、きっと。スプリング X でも、スプリング X すごい人気なんですね。このシングラリティサロンは。前、確かね、ランキング10位の中で4つシングラリティサロンなんですよね。だけど、聞いててもみんなわからないって言ってます。わからないけど、人気なのがわからないっていう。普段のサロンね、結構専門的なやつ多いですからね。だけど、今日のやつなんかはまだあれじゃないですか。ハードル低い方じゃないですか。そうですね。あと、スプリング X 主催の時は加減してるつもりなんですけどね。いや、でも、すごく僕は、なんかね、僕最近、寺子屋で勉強してみてるような感じなんですよね。こう、海外からいろんな情報が入ってきて、それをもう、なんとか吸収して、一生懸命勉強してるみたいな感じで。あ、幕末の志士。そうそう、幕末です。感覚、多分こんな感覚だったんだろうなっていう。ああ、なるほど。全然知らない。要するに、外国からの知識って、まあ、オランダ語の本ぐらいしかなくて、それを一生懸命勉強してた。そうそうそう。もう、わけわかんないけど、なんかこう、理解しようって一生懸命やってる。ワクワクすると。そうです、そうです。いや、そうです。すごいことがあるって。これは、この先すごいことがあるっていう予感だけはしますよね。それは確実な感じがしてて。敵地があってね。大型公安だっけ？ああ、そうです。大阪大学の前身ですよね。で、彼ら、洋書ってそんなたくさんないから、一冊を回し読みするから、夜に、ろうそくに火の持っているかとか言うじゃないですか。はいはい。いや、そんな感じです。そんな感じよね。ワクワクする感じよね。本当に。いや、まあ、継続してやりましょう。もうすぐ1000円いきますんで。それをまず当面の目標として。あと年末のベスト10をまたやりましょう。はい。